皆さん、こんにちは。今回はインフルエンサーの世界で起きた衝撃的な出来事についてお話しします。ゆりねさんとこれこれさんの法的争い、そして戦慄かなのさんの DV 被害と自殺未遂騒動、これらの事件は SNS の影響力とその裏で起こっている深刻な問題を浮き彫りにしています。まずはゆりねさんとこれこれさんの騒動から見ていきましょう。2024年9月17日、女性 YouTuber で人気インフルエンサーのゆりねさんが自身の X アカウントで衝撃的な発表をしました。暴露系配信者として知られるこれこれさんに対して告訴状を提出したというのです。ゆりねさんは、これこれさんが私を閲覧稼ぎ、金稼ぎのために利用し、虚偽の配信を何度も繰り返されましたと主張。絶対に負けない、許さないと強い決意を語りました。この告訴に至った経緯は複雑で、過去にゆりねさんが SNS での PR 案件でトラブルになった騒動にまで遡ります。これこれさんはこの騒動を自身の配信で取り上げ、批判的に報じていました。しかしゆりねさんはこの配信内容が虚偽であると主張し、法的措置に踏み切ったのです。この騒動の背景には、ゆりねさんのインスタグラムのストーリーに投稿されたある案件があります。この案件に登録した多数の人が予想外の借金を背負うことになってしまったというのです。被害者の中には約30万円もの借金を抱えることになった人もいたと言われています。この事態を重く見たこれこれさんは、被害者からの相談を受けて動画配信で取り上げました。これこれさんの意図は、被害者を救済し、ゆりねさんに対して適切な対応を求めることでした。しかしゆりねさんはこの動画配信を脅迫や恐喝だと受け取り、法的措置を取ることを決意したのです。ゆりねさんは被害者に返金対応すると約束し、これこれさんに動画の削除を求めました。これこれさんは一旦動画を削除しましたが、その後も返金が進まないという声が上がり、再び問題を取り上げることになりました。この一連の流れの中で、ゆりねさんは脅迫だ、警察の捜査が始まったと SNS に投稿。これによりこれこれさんは容疑者として取り沙汰されることになってしまいました。しかしこれこれさん側は、脅迫、恐喝といった行為はしておらず、虚偽内容を流布していませんと主張しています。ゆりねさんのインスタグラムのストーリーに詐欺と思われる案件が投稿されており、その案件に登録した多数の人が借金を背負ってしまったと言われています。この件に関して被害者たちからの相談を受けたこれこれさんが動画配信したこともあり、ゆりねさんは返金に応じるので、これこれさんに当該動画を削除するよう求めました。これこれさんはその動画を削除したようですが、ゆりねさんから返金されていない人がいるので、繰り返し返金を促す発言をしたことが脅迫、恐喝であるとしての告訴のようです。これこれさんには逮捕の可能性があるのでしょうか。これこれさんはゆりねさんの詐欺案件を動画などで取り上げ、被害者の相談を受け付けていました。しかしゆりねさんが告訴したことによって、これこれさんご自身が脅迫罪で逮捕される可能性が出てきました。ゆりねさんが詐欺案件だと承知の上でインスタグラムに掲載したとは考えにくいので、故意に被害者を出したとは考えにくいです。その被害者からの相談を受けて動画配信でしっかりと返金するよう求めたこれこれさんも、たくさんの方が見る動画などでこの件に関して発言、暴露したのはいささか軽率だったかもしれません。詐欺行為の責任や被害対応について双方の主張が食い違っていますが、多くのファンが経済的な被害を受けているので、早期の真相解明が求められています。これこれさんのこれからはどうなるのでしょうか。それでは戦慄かなのさんの DV 被害と自殺未遂について詳しく見ていきましょう。ことの発端は、戦慄さんの交際相手である DJ マルさんからの DV でした。戦慄さんは9月27日自身のインスタグラムのストーリーズで衝撃的な告白をしました。本当に彼氏と別れたいのに別れられません。別れ話をすると顔が腫れるまで
殴ったり蹴られたりします。助けてください。この投稿には腫れ上がった彼女の顔写真が添えられており、多くの人々に衝撃を与えました。この告白を受けて9月30日、 DJ マルさんが暴行容疑で逮捕されたことが報じられました。 SNS 上では千里さんを心配する声が殺到し、 DV 被害者支援の重要性が改めて認識されることとなりました。しかし事態はさらに深刻な展開を見せます。 SNS 上で千里さんが DV を受けている際の音声が拡散されたのです。この音声の真偽は定かではありませんが、そこには激しい DV の様子が記録されており、聞いた人々に大きな衝撃を与えました。トラウマになった、 DV レベルを超えている、怖すぎるといった声が上がり、千里さんの置かれた状況の深刻さが浮き彫りになりました。そして10月3日深夜、さらなる衝撃的な出来事が起こります。千里さんは自身のインスタグラムでライブ配信を開始し、オーバードーズを試みる様子を公開したのです。ライブ配信では千里さんが泣きながら大量の錠剤を口に運ぶ姿が映し出されました。視聴していたファンたちは悲鳴に近い声で彼女を止めようとしましたが、千里さんは聞く耳を持ちませんでした。お願いだからやめて、生きてほしい、誰か止めて、警察を呼んで、ファンたちの必死の呼びかけが画面上を埋め尽くしましたが、千里さんの行動を止めることはできませんでした。この緊迫した状況の中、千里さんは自身の心境を語り始めます。これこれさんのツイートとかで強依存だとか書かれていたけど、強依存に見られてもしょうがないし、それはそうなんですけど、私と彼にしかわからない関係性があって、私は本当に彼に治ってほしいって思ってるんです。治った先のリュウ君、 DJ マルと一緒にずっと幸せに暮らしていけるって思ってたんで。この言葉からは DV 被害に遭いながらも加害者である恋人への愛情を捨てきれない千里さんの複雑な心境が伝わってきます。 DV 被害者が加害者から離れられない理由の一つとして、このような感情の葛藤があることは専門家も指摘しているところです。千里さんの配信を見た関係者が自宅に駆けつけ、インターホンを鳴らしたりドアをノックしたりする音が聞こえ始めます。さらに救急車のサイレンも鳴り響きましたが、千里さんは鍵を開けようとしませんでした。意識が朦朧としながら彼女はベッドに向かい、その後しばらくして動画が途切れました。この一部始終を目撃したファンたちは千里さんの安否を心配し、 SNS 上で救助を呼びかける投稿を続けました。幸いにもこの事態は最悪の結果には至りませんでした。千里さんと親交の深いインフルエンサーのゆりねさんが滞在先の海外からインスタグラムのストーリーズを更新しました。9月30日から海外にいて、ゆりかは今かなのちゃんに会いに行けません。救急車も警察も到着してます。折原さんもマネージャーもその他の友人も助けに行ってます。お願い生きてと投稿しています。その数分後に無事保護されましたと報告しました。また暴露系インフルエンサーのこれこれさんもこの騒動について言及しています。これこれさんによると、千里さんのファンから止めるよう伝えてほしいと頼まれ、彼女に連絡を取ったそうです。通話をかけたら出てくれたので、とりあえず必死に止めたら伝わったみたいで、その後無事保護されたようです。俺のおかげとかそういうことを言いたいのではなく、あの時電話をかけてよかったと本気で思ったとこれこれさんは述べています。ここで気になるのが、千里かなのさんとゆりねさんの関係性ではないでしょうか。千里かなのさんはゆりねさんとプライベートでも仲良くしている親友なのだそうです。千里かなのさんはこれまで DV を受けていたようですが、今回に限ってなぜ被害届を提出したのでしょうか。今回の DV での被害届提出は親友であるゆりねさんが関係しているそうです。ゆりねさんが千里かなのさんに今回の件で被害届を出すようにアドバイスをしたようです。それを聞いた千里かなのさんは被害届を提出したそうです。ゆりねさんは千里かなのさんの DV について SNS のストーリーズでこのような投稿をしています。かなのちゃん助けてあげてってたくさんメッセージが来てるけど、
助けてないわけないよ。大切な大切な友達です。被害届を出してほしいって説得したの、ゆりかと太一くん。だってかなのちゃんはいつ死んでもおかしくないくらいの状態だったよ。そしてこのまま丸くんいたら、かなのちゃんが殺されてしまうと思った。被害届も半ば強引に丸くんの友人に取り下げられ、かなのちゃんへの謝罪はなし。憤りを覚える。謝罪があったところで、かなのちゃんの心の傷は何年も癒えることはないと思う。今は反社から何もされないように、かなのちゃんを全力で守る。かなのちゃん愛してるよ、という投稿をしていました。この文面でもわかるように、被害届を出すように説得したのでゆりねさんで間違えなさそうですね。被害届を出した戦慄かなのさんですが、被害届を取り下げました。ここまで凄惨な暴行をされて証拠もあるのに、被害届を取り下げた理由は何なのでしょうか。その理由としては、 DJ 銀太さんと亮さんから、このままだと丸が海外行けなくなる、丸の未来を考えてくれなどと複数人から同時に詰められ、被害届を取り下げたようです。 DJ 丸と同じ元レペゼンフォックスの仲間から詰められたこの行動に、 SNS では DV 音声グロすぎて普通に DJ 丸も銀太もさっさと消えてほしいな、これ擁護するやつも人間じゃないわ、というコメントが多く見られます。ここで戦慄かなのさんが気になる内容を SNS に投稿しています。どうやら銀太くん周りが反社に相談して回っているそうです。私ただの被害者ですけど、反響でかいことになるんですね。明日から更新がなくなったら、その時はどうにかなってる時だと思ってください。先に言っておきます、この他にも銀太さんに対する SNS を更新しています。戦慄かなのさんの今後はどうなるのでしょうか。動向から目が離せませんね。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。